明治安田生命 J2 大宮ゼロの2東京 V12 日 NAC5 スタジアム大宮 J3 自動降格圏内の21位が確定している大宮は2失点で最終節も完敗し3連敗で終えた試合後サポーター席では NTT 様 JAXA よりも強くなる情熱が感じられないことに失望していますと怒りの横断幕が掲げられ セレモニーでは大ブーイングが巻き起こった前半は集中した守備で0対0で折り返した。ただ、後半18分にカウンターから先制点を奪われた。同23分にはサイドから崩されて追加点を許した。原崎雅人監督、49、は今シーズン限りで退任することが決まっている。 今年5月に相馬直樹前監督の解任に伴い、ヘッドコーチから監督に昇格し立て直しを目指したが、思うように勝ち点を積み上げることはできなかった。かつて大宮は5年に J1 初昇格し、14年までの10シーズン定着。16年には5位に入ったこともあるクラブだった。 今 J3 で現在4位の J2 クラブライセンスも持っていない FC 大阪が2位以内に入った場合は J3 降格を免れるが20年15位21年16位22年19位23年21位と J2 でも4期連続で下位に低迷していた。